ロゴ TAP 進学教室は、かつて東京都に存在した進学塾。株式会社中央総合教育研究所が運営していた。主に小中学生を対象とし、集団授業と個別授業を展開していた。通称タップ。キャッチコピーは入試で燃え尽きない頭脳の育成であった。設立時の経営母体は、田中坊氏が設立した TAP スタジオという、 小さな印刷関連会社で TAP とはそれぞれテクニカル、アート、プリントの意味。20年以上前からあったサピックスにおける指導カリキュラムや指導方法は古くから TAP において行われていたもので、かつては首都圏の五三谷を含め難関校における高い合格率を上げていた。しかし1989年に TAP を 不服とした複数の講師を中心に、サピックスが設立されるという分裂騒動が勃発し、多くの主要講師が移籍。これに伴う成績上位の生徒の移動が起こり、サピックスは設立当初から前世紀の TAP のような高い合格率を保持していた。一方、TAP ではその後も講師の転職、 退職の流れが進み、人手不足を TAP 前世紀の卒業生で補う手法に出たが、前世紀 TAP 経験者の指導は入学してくる。TAP の生徒レベルにマッチせず、入試の結果も大きく、成績を落とすこととなった。資本面では、サピックス分裂騒動前までは経営者の変遷は、内々のものであったが、その後は短期間で経営者が変わり続けた。 サピックス分裂騒動が起きた後、1992年頃に TAP ブランド所有を狙った同人医薬加工の子会社となり、教室では SS 製薬の栄養ドリンク剤 S カップが配布されていた。しかし、TAP ブランドの調落に加え SS 製薬の株式を保有していたコスモ信用組合が破綻。1997年には、 栄光ゼミナールを運営する栄光の資本が入り、主要紙に報道される事態となった。この時期、栄光が TAP に肩入れしたのは、腐っても耐状態の TAP ブランドを軸に、補修塾の色合いの濃かった栄光ゼミナールに加え、上位層向けの塾事業に手を出しておこうとする意図があったようである。栄光参加のもと、CI の一心、栄光と TAP の講師の交流、 教材の整理統合、小規模校舎の展開、個別指導の開始などの改革をやつぎばやに行うが、長楽はいかん、ともしがたく、21世紀を迎える頃には、誤算や合格が一桁台という状況に陥った。数千人いた生徒も末期には千人を切っていた。2004年、学習塾栄光ゼミナールなどを運営する、親会社、株式会社栄光に吸収された。 その当時の TAP 進学教室の各教室は栄光ゼミナールの教室となるか近隣の栄光ゼミナールと合併または閉鎖された。黒板授業とは予習をせずに講師の話と板書で学習し復習に力を入れる学習形態のことである。例えば日農研などでは事前に受験練成などのテキストが配布されるのに対し TAP では授業中にテキストを配布する。 生徒は、黒板の内容を書き写しつつ、講師の話を聞くので、リテラシーが高くないと対応できない。これは優秀な生徒が多く集まる時期は良かったものの、凋落する TAP には似合わぬシステムとなり、授業の機能不全を招く結果となった。現在のサピックスの授業形態でもある。ありがとうございます。